はい、こんにちは、116インズです。長かったロックアウトも終わり、移籍市場も再開したい MLB。 シーズン開幕まで残り1ヶ月を切り、スプリングトレーニングもこれから急いで始めることになるため、未だ FA の選手は1ヶ月以内に駆け込みでチームと契約を結んでいく必要があるわけですが、今日早速 FA 契約がいくつか結ばれましたね。本当にこの3ヶ月間ロックアウトのせいで全く動きのなかった MLB ですが、こうして誰々がどこどこと契約を結ぶ予定だ、どこどこのチームがこの選手に興味を示しているみたいな話がどっと流れ始めたのを見て、この光景をずっと自分自身待ち望んでいたんだなと思いました。スプリングトレーニングのオープン戦が始まる来週までがまず一つの移籍市場のピークだと思いますので、ここからも大物選手含めて選手の移籍結構見ることができるんじゃないのかなと。で、今日はそんな FA 市場で注目されていた大物左腕2人の今季の所属が決まりましたので、そんな話をしていこうかなと思っています。はい、まずはホワイトソックスから FA となっていたカルロス・ロドンがジャイアンツと2年総額4400万ドルの契約で合意した件。ロドンはロックアウト時点で残っていた FA の先発左腕の中でもおそらくナンバーワンに近い存在で、怪我のリスクはあるものの獲得に興味を示していた球団はいくつかあったとされますが、ジャイアンツが獲得したと。2年契約ですが、1年目終了時点でオプトアウト、再度 FA となることも可能な契約のようですので、ロドンが今季も活躍すればさらなる大型契約を求めて今年の冬に再び FA 市場に出てくる可能性はありそうですね。ジャイアンツは昨年 MLB 最多となるシーズン107勝を挙げましたが、そのチームの先発ローテーションでエース格の活躍を見せていたケビン・ゴースマンがロックアウト前にブルージェイズへ移籍してしまいましたので、その穴を埋める形でまたエース格のピッチャーロドンがやってきたのはジャイアンツにとっても朗報ですし、今季のジャイアンツも引き続き手強いチームとなりそうですね。ロドンといえば2014年ドラフト全体3位指名をホワイトソックスから受けたくらいプロ入り時の評価が高かった左腕ですが、ただプロに入ってから潜在能力の高さは随所で見せながらも、怪我などもあってなかなか思い通りの活躍を見せることができていませんでした。そういったことも影響して昨年オフにホワイトソックスからノンテンダー FA となって、その後またチームと再契約したものの年俸は300万ドル、かなりの格安契約で残留することとなったロドンでしたが、しかし昨年ようやく才能が開花。24試合に先発して13勝、防御率 2.37、 ウィンザボリプレイスメント 5.0 とキャリアでも最高の1年を送り、オールスターにも選出。132回3分の2で185個もの奪三振を記録したりと、ホワイトソックスがかつて彼に描いた姿をプレーで示す1年となりましたよね。4月14日のインディアンス戦ではノーヒッターも達成するなど MLB の記録にも名前を残し、そして今回ジャイアンツから総額約51億円もの契約もゲットし、1年前にチームの構想を外れた選手とは思えないほどの地位を確立しました。ジャイアンツは今回いいピッチャーを獲得できたのかなと思っていますが、ただロドンにつきまとうのがやはり怪我のリスク。キャリアイヤーとなった昨年も後半戦は肩の怪我の影響で満足に投げることができず、6回以上投げた試合は7月18日のアストロズ戦を除いてゼロ。先ほども触れた通り、もともと怪我に悩まされてきた左腕ですので、キャリア通して先発ローテーションを1年守りきった経験もあまりなく、イニング数の自己最多も2016年の165回。今の彼であれば投げるときは間違いなくエース格のピッチング見せてくれるとは思いますが、耐久面でエースと呼ぶにふさわしいかはまた別の問題ですかね。ただ幸いジャイアンツは先発の層が比較的厚い球団で、ロドンが抜けたとしても彼の穴をカバーするだけの人材は揃っている球団ではあります。今オフ、ジャイアンツはロックアウト前にデスクラファニー、ウッドと再契約し、昨年エンゼルスでプレーしたアレックス・カーブも獲得。ロドンのような故障リスクを抱えながらもハイリターンに期待できるピッチャーを加える余裕はあると思いますし、また2年契約ですので失敗した時のダメージも彼クラスのピッチャーの割には大きくもないと。ロビー・レイやゴースマンが今オフ5年契約を結んだことを考えると、エース格のピッチャーを連れてくるのに普通はそれくらいの年数を提示する必要があるわけですから、ロドンの2年契約というのはエース格の選手を獲得する目的を達成しつつ、長期的なチーム編成に財政面で大きな影響を与えないという点でも、この選択は決して悪いようには思いませんでしたね。あとはジャイアンツの目論見通りとなるか、ここに尽きるでしょう。さあ、そしてロドンと共に今日契約に合意したと報道されているのがドジャースのクレイトン・カーショー。カーショーは1年1700万ドルの契約でドジャース残留に合意したと報道されていて、この契約にはかなりの出来高も含まれているとのこと。まもなく34歳の誕生日を迎え、ベテランと呼ばれる年齢となったカーショーは、今オフ FA でドジャースに残るか、はたまた彼の出身であるテキサス州ダラス近郊に本拠地を構えるレンジャーズ移籍のどちらかになるだろうとの予想が強かったですが、まあドジャース残留となったと。
正直カーショーがドジャース以外のユニフォームを着る姿は全く想像ができなかったので、この決断に大きな驚きはありませんでしたし、おそらく今ご覧になっている多くのメジャーリーグファンの皆さんも同じ気持ちなのではないでしょうか。ドジャースは昨年シーズン106勝を挙げながらもジャイアンツの快進撃にあと一歩及ばず、NL 西地区9連覇を逃し、また NLCS ではブレイブスに敗れたことで2年連続の世界一にも手が届かず、トレードデッドラインで加入し、先発ローテーションを支えたマックス・シャーザーが FA でメッツへ移籍してしまい、ビューラー、ウリアス以降の先発陣に多少不安を抱えていたドジャースにとって、カーショーは是が非でも残したい存在だったと思いますので、まずはこれを無事に達成できた点、ドジャースフロントもほっとしているのではないでしょうかね。今季がドジャースでの15年目のシーズンとなるカーショー。2006年のドラフトからドジャース一筋でプレーし、サイヤング賞3回、MVP1 回、オールスターには8度の選出。このまま行けば間違いなく殿堂入りを果たすであろう偉大な左腕も、昨年は少し彼らしくないと言ったら失礼かもしれませんが、昨年は22試合で防御率 3.55、ウィンザーボリプレイスメント 2.4、普通のローテーションピッチャーであれば好成績と言えるでしょうが、クレイトン・カーショーという選手の基準では少々物足りなさは否めません。もとも FIP は 3.00 ちょうどと、実際の投球内容と比較して防御率が悪く出すぎてしまった可能性も示唆され、打球関連の指標は依然 MLB の平均以上ですし、空振りを奪う力においても MLB 屈指のものを持っています。昨年からのバウンスバックには十分期待できそうですし、また通算200勝まであと15に迫っていて、1年投げることができればこちらの達成にも期待できそうです。ただカーショーに関しても怪我の懸念は無視できない要素ではあります。昨年は肘の炎症で2ヶ月離脱したことがありましたし、シーズン最終登板を前腕の違和感で負傷降板し、ポストシーズンも全休。全盛期は200イニングを当たり前のように投げたカーショーも、2016年以降は故障による離脱が増え始め、昨年のイニング数121回3分の2は、短縮シーズンとなった2020年を除いてデビューした2008年以来の少なさでもありました。今のカーショーが1年間全く怪我なく投げ抜くことに期待するのはちょっと厳しいのかなと。健康ならビューラー、ウリアス、カーショーの先発トリオは他球団にとっても脅威で、出場停止の可能性も残っていますが、ここにバウアーも加われば何ら問題はなさそうですが、そう果たしてうまくいくのか。夏場に昨年シャーザーを連れてきたように、場合によっては先発補強に再び動く可能性はありそうですかね。ドジャースとしてはそれがないシナリオが一番いいとは思っているとは思います。ということで、大物先発左腕2人が早々に契約を決めたロックアウト明け1日目、他にも元日本ハムのドリル・バーヘイゲンがカージナルスと2年総額550万ドル、元レッドソックスのマーティン・ペレスはレンジャーズと1年400万ドル、元ツインズのショート・アンドレルトン・シモンズはこちらも1年400万ドルの契約を結んだりと、市場が動き出したなと実感するような1日となりました。他にも今日カーショーと合意したドジャースがブレイブスのフレディ・フリーマン獲得に向けて猛プッシュを仕掛けているなんて話も出ていますし、明日以降も大きな動き出てきそうです。この後の動きも随時ピックアップしていこうと思っていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひお願いいたします。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。